簡単かしぼのおしゃべりレシピ。今日作るレシピはこちら。おいしそう。材料はこちら。作り方1。まずはドライフルーツをトッピング用に小さめに刻もう。作り方2。次にプレーンシリアルを袋に入れ、軽く揉んでざっくり砕こう。作り方3。作り方1。身を合わせて平らなお皿に開けよう。作り方4。次にビスケットサンドを三角形に8等分してね。作り方5。最後にカットした面を軽く押し付けるようにして具材を飾り付けて完成。作ってくれてありがとう。またね。